シンガーミラノのミラノ通信。皆さんこんにちは、シンガーミラノミラノ通信、金曜日がやってまいりました。こんにちは、盛大な声援ありがとうございます。いつもこれに励まされております。ですね、もう東京はね、すっかり桜が満開になってしまいまして、昨日ちょっとですね、せっかくなので、ニューオータニからぐるっと車で、九段下の方まで回ってきまして、千鳥ヶ淵をね、車でちょっとだけ通ってきたんですね。そしたらもうやっぱりみんな雨の中、雨が急に降ってしまいまして、でも雨の中結構みんな、やっぱりスマホ片手に撮影してましたね。ただね、シート敷いてお花見とかはできないので、まあ、さらりとお花見をする感じでしたが、もう昨日は最高な、もう絶景でしたね。満開度が、まあ、感動して帰ってまいりました。緊急事態宣言が一応解除されましたが、飲食店とかは8時閉店から9時になってるんですが、街にね、人が溢れてるなっていう感じが否めませんが、今日電車乗りましたけど、まあ電車ももう昔のコロナ前ぐらいに結構混んでまして、まあマスクはみんなしてるし、まあ、マスクをすることはみんななんかもう日常ね、身についてきましたけど、とにかく一人一人が気をつけていかないといけないだろうなという気持ちは変わりません。このアズーリ FM でも、鳥越アズーリ FM でも、毎回申し上げておりますけれども、換気、従業員スタッフ全員の、検温消毒、そして、マスク着用、それからスタジオの消毒換気とですね、トレールという、オゾン消毒の機械設置、こういったアクリル板の設置とかですね、まあ、最新の注意を払って放送しております。今後もそれは、その意識は持って、臨んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日ね、私はね、せっかくお花見シーズンなので宴会ができないので、今日後で皆様のにお見せする、ギリギリ出かけるギリ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 までお花見弁当を作ってまいりましたので、ここでお披露目したいと思います。後ほど楽しみに、ご覧ください。よろしくお願いします。タケノコも茹でましたからね。みたいな春色をね、ちょっと春を意識して食材を揃えました。まあ、そんな感じでちょっと疲れた顔するかもしれませんが、楽しくご一緒したいと思います。今日はね、また私の大好きな、まあ、自慢の友達、私本当毎回言ってるんですが、まあ、友人関係、友人知人でね、このゲストに出したいっていうね、魅力的な方々がのネタが尽きないので、まあ、そういうこともあって、話が下手でもこんな番組を、大それたね、番組を持ってしまったんですが、本当に、そういった、魅力的な人たちをどんどんね、紹介していきたいと思います。今日もね、とっておきの、方を、今日2回目になりますが、お呼びしております。まあ、その前に先週、まあ、私勝負ライブみたいなリーダーライブがありまして、それも本当に初めての、ライブハウスでしたが、オーナーからね、お誘いいただいて、その方もまあメジャーな方で、その方とのやり取りがまたとっても楽しくて、あっという間にライブが決まっちゃったんですが、まあ、その先週の時点ではもう緊急事態宣言解除されている予定だったので、まあ、平日に設定したんですが、またそれが伸びたわけで、平日来てくれる予定の人がバタバタと10人ぐらいキャンセルありまして、まあ、もう本当くじけそうなところを、まあ、なんとかね、やりました。しかも、せっかくなので、先月の、バースデーライブの、
もろもろものすごいさ反省点が自分の中でありまして、それを同じメンバーでやるので克服すべくちゃんと別日にリハを設けまして、3時間ガチでリハをやりました。でいろんな、ね、意見出し合ったりして、まあ、その結果は一応出たということを周り あのミュージシャンにも、評価してもらいまして、まあ、明日への、希望として、これからの、また研さんとしてね頑張っていきたいと思いまして、その、一部また後からお客様から動画を送っていただいたので、ミラーボールみたいな衣装で歌っております。私の動画をご覧ください。チークトゥーチーク、どうぞ。Heaven, I'm in heaven, and my heart is so that I can at least be, and I seem to find a happiness I see, when we are together dancing cheek to cheek.確かに確かにご覧お聞きいただけましたでしょうか、ご覧いただけましたでしょうか。チークトゥーチーク、チークトゥーチークこそ今一番コロナであのね避けなくてはいけないあれですが、あのよく私はあのジャズのライブではあの最後に後半戦ですね、あのとかマリあのアンコールでちょっと盛り上げる楽しいハッピーな曲なので、この曲をよく歌っております。でもまあね、あのこんなチークトゥーチークがあの平気で歌える日が来るといいなと思っております。私のミラノホワイトデイライブからチークトゥーチーク動画を、お送りいたしました。ありがとうございます、では今日はもうね、私の自慢のすごい前ぶれが長いですけれども、前置きが長いですけど、何しろねあの私の中で本当勝ち組って思ってる人なんですが、まあのね、学校の校長経営者でありながら、自分でもねあのバンドを持ってまして、それはね、まあ、私もすっかりそのファンの一人になってしまったんですが、大学のね、軽音サークルの OB 会で知り合いまして、あのやってる時はあの現役時代はあの全然接点がなかったんですが、その OB のサークルの、OB ライブを通じてまたあのそういったつながりができまして、彼らの素晴らしい活動を拝見し、たあの私もライブでにお客として参加して、大変ね感動しておりますが、その新しい CD も作ったということで、いろんなエピソードを伺いながら、この方を、お迎えしたいと思いますまたこけちゃった、三上洋一郎さんです。どうぞ、はい、イエーイ、ありがとうございます。本日、去年のねチークトゥーチーク、チークトゥーチークですね、だって、はい、チークトゥーチークはできませんけどね、三上洋一郎さんです。ありがとうございます。こんにちは、どうも。おなりもんの、学校、はい、音響芸術専門学校、はい、小さなエンターテインメントスタッフを育てる学校ですね、はい、をやっております、はい、つい最近が卒業式だったんですね、うん、そうなんです、23日に、はい、対面でできました。なんか、はい、ちょっとフェイスブックで拝見してすごい素敵な、ね、あのホールがあって、うん、あれはね、借りてるホールなんですよ。よそでやってるんです。はいはい。まあでもね、学校も今やあれですね、去年の5月6月あたりはね、本当にこわごわとやってたんですけど、まあ、基本的にマスクをちゃんとつけて、で換気をして、まあそれでも基本ですよね。まあね、まあ、消毒ちゃんとするということでやるとね、普通に授業やれますのね、はい、まあ、クラスターとかも幸い出てませんし。よかったですね。はい。もうこれからもうなるべく日常に近いようにやっていかないといけないんじゃないかなと思うんですね。まあもちろん
気をつけなきゃいけないことは確かなんですけど、はい、そうですね、まあこの話はいいか、はい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 、今日お呼びしたのは、はい、あの新しいね、あの CD もあのそうもう出来上がってから、残念ながらそのコロナで、はい、あのそうですね、あのレコ発ライブっていうのができないですね、大体あの我々のようなねアマチュアミュージシャンっていうのはライブをやって、でお客様がおいでになって、まあ、そこで勢いで買っちゃうっていうことでバン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 こうさばいていくわけですけど、まあ、あの今回はライブがね対面でなかなか今できない状況なんで、うん、ミラノさんもその辺ね厳しいと思うんですけれど、我々もねああいうガチャガチャした音楽をやっている身としては、まあ、たくさん集まってもらってそこで一気にねきあの買ってもらって聴いてもらうっていうことができないので、まあ通販でやってるわけでございます。はい、買わせていただきました、うん、ありがとうございます、はい、もう聞かれずに喋っちゃいますけど、アリトーズメモリアルバンドAMB と省略して呼んでいるバンドですね、これはあの結成はねアリトーバンドっていうあのオリジナルのバンドは僕が高校生の時なんですよ。高校2年生の時に1日だけライブを一緒にやった仲間たち、まあ、ただ、その有藤君っていう今もう亡くなったもともと、まあ、その後プロギタリストになった人なんですけど、その、有藤君の発案で、まあ、その親友の宮崎慶五郎が中学時代の仲間を集めて、彼が、彼っていうかその有藤君が部長をやっていた軽音サークル、ね、某私立高校の、そこの学園祭ライブ、ね、に砦で出させていただいたと、ですごく楽しかったですよね、リハーサルから本番まで。だけどそこでもうみんなあのあ楽しかったねさよならで、その後一緒に音楽やることって一度もなかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、それが、2011年のあの大震災があって、で久しぶりに会いたいねって言ってそこら中でいろんな人が会ってたじゃないですか、あの頃、あの頃は ね絆で、そうですよね、もう、はい、絆合言葉で ね、 そうですね。で、まあ、我々音感のね同じ音楽サークルの集まりなんかも非常にあの後っていうのは、あ大事だよねっていうんで盛り上がりがこうすごくなったっていう印象あるんですけど、まあ、その一環として中学時代のその有藤バンドを一緒にやってた僕の中学の一個上の二人ですね、さっき言った宮崎慶五郎っていう、今は AMB のベースなんですけど、もう一人山藤雄一、山藤雄一ってうちのリーダーですけどギタリストですね、はい、すごいギターですよね、はい、非常に真面目な人柄ですね誠実な人なんですけど、まあ、この3人で渋谷というか、まあ、我々の出身中学があの渋谷の八山中学校っていう、まあ、代官山と渋谷の駅のちょうど真ん中辺ぐらいにある中学校で、そこのすぐ近くに住んでる、まあ、ビル持ちの友達のうちの1階にあった居酒屋で集まって飲んで、じゃあやろうよってなったのがきっかけなんですよ。だから2011年ですね、だから再開したのはねの冬だったと思います。で2012年からこのアリトーズメモリアルバンド、これなんでメモリアルバンドになっちゃったかっていうと、まあ、その時にアリトー君も探したんですけど、亡くなってるっていうことがネットの、まあ、プロデューサーの追悼文を見つけてしまって、慶五郎がですね、で、あ亡くなってたんだっていうふうに分かって、若くしてね、そうですね、若くないんですよ、ところが、あそうなんです、彼はお父さんで、子供たちもいて、子供が3人いるのかな、でしかもこれがもう劇的なんですけど、僕のかみさんの、まあ、あの小学校時代のクラスメートのお兄さんなんですよ。そうです。でうちのかみさんとその弟さんは、有藤君の弟さんはクラス会の幹事やってたんですね、一緒に。で僕ん家からね、僕のマンションから徒歩 1,2 分のところに、1分だな、急げば30秒ですねぐらいのところに有藤君住んでて、そこで亡くなってるんですよ。でもあので、子供たち同士も知り合いだし、うちの子と有藤君の子供で、そういうなんかね縁があったのにもかかわらず、だから会ってたと思うんですよ、すごい近所だし同じ小学校に子供通わせてるから、そうだけど、まあ、それに気づかずに、で有藤君が亡くなった話をかみさんからは聞いてたんです僕。で友達のお兄さんがプロギタリストなんだけど死んだんだよ、お風呂でねっていう話を聞いて、ふーんって言った話を覚えてるんです。ただそれがね、
僕らが一緒にライブやった有藤君だっていうのは全然気がつかなかったっていうようなことがあったので、まあ、これはもう引き合わせてくれたのがあの時1日限りのライブをやれたのも有藤君のおかげだし、一緒にやりたいと思ったけどもういないから彼の名前をつけないともう忘れちゃうよねと思って彼のおかげで集まったバンドだから、で有藤メモリアルバンドっていう名前で今もやっていて、まあ、今回CD 作って弟さんにお送りしてね、はい、であそこはお子さんも、ね、うん、初めて僕らがライブやった時、ま、すごく下手だったんだけど2012年の11月の2日だったかな、渋谷でやったんですけど、その時にはご家族で見に来てくれたんですね。有藤くんの弟さんからお父さんお母さんお子さんたちも来てくれて すごく喜んでくれましたよ。うん、でね、少し成長した音源をお送りしようということで、まあ、お送りしたということですね。感想は聞いてないですけど、はい、それはそれをなんかじゃあ元祖シティボーイたちのがね、そうやって心が、一つになってって感じですね。それでね、今私は後半っていうかその2011年とかその頃は知らないから、はい、うん、もう今聞くと本当にもう本当にどっかでもっといろいろやった方がいいんじゃないかぐらいな、ね、すごい、どうなんでしょうね。まあ何しろこれ今まだちゃんと言ってないですけど、このバンドはとっても特殊で、チューリップっていうバンドね、チューリップのカバーばっかりやってるんです。もちろんビートルズとかパイロットとか、まあ、皆さんパイロットはご存知ないかもしれないですけど、そのチューリップが影響を受けた、で僕らも中学生の時にチューリップと並んでたくさん聴いたアーティストたちのカバーもやってるんですけれど、ただまあメインはそのチューリップの曲、チューリップの曲やってるカバーバンドさん他にもたくさんあるんですが、まあ我々はちょっとなんて言うんでしょうね、そのずっとチューリップが好きというより中学生の時大好きで、で中学生の時にはたくさんコピーしたりとかしてたんですけど、その後みんな違う音楽やるようになっちゃったんですよね。僕らのメンバーみんなそうなんですけど、でみんなそれぞれね、そうなんです。でチューリップとずっと離れちゃってて、で特にチューリップからベーシストがね、抜けられて、吉田明さんという方が抜けられて、まあ、ちょっとこうメンバー入れ替わったりしてから、まあ、ちょうど大学に進学したことなんかもあんのかな、まあ、あと他の音楽やるようになったこともあって全然聴かなくなっちゃって、で久しぶりに有藤ズメモリアルバンド結成して集まった時に何やるって言ったら、もう有藤くんいないからあと全部八山中学校の連中なんですよね。そうするとあそこの中学校は異常な学校で、ね、すごいチューリップファンが多かったんですよ。まあ、多分あんな学校日本全国に他にないと思いますね。そうですね、はい、まあ、世代はちょっとほぼ同じなんで、その頃、まあ、中学の時チューリップは人気でしたけど、まあ、そこまでねチューリップに集中するっていうのもではないですよね。まあキャロルとかもいたしね、まあキャロルファンもいましたよ。はい、あと拓郎とかね、そうですね、フォーク時代、フォークも片やすごい、かぐや姫とかね、そう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 、ね、そんな時代でしたよね。なのにもかかわらずあそこの中学校はもう本当にね、渋谷公会堂で、チューリップの大きなライブがあったりすると、もうねすごくね人口が減るんですよ学校の。でみんなね法事だとかね、誰か死んだとかね、歯医者行くとかもうデタラメなことばかりで、ところがねそれを先生がね黙認してくれたんですよ、あそこの学校。今考えると本当ありがたかったかなと思って ね、はい、まあ、そんな中学校なんで、もうチューリップやろうぜと、カッコつけんのやめようと、もうチューリップやりましょうっていうことで、もうチューリップをひたすら、やってて、チューリップのアルバムを今回作ってしまったという、ね、はい、じゃあそうなんですね、聞いて、でタイトルがね、アンビバレントカバーズ、アンビバレントってまあこう愛憎、ね、愛と憎しみがこう裏腹に存在するような複雑な感情ですけどね、こういうカバーっていうことなんで、僕らがやっぱり一時期チューリップから離れちゃって、チューリップだただ大好き大好きじゃないんですよ今も。でそういう我々が作ったアルバムっていうことで、アンビバレントカバーズ、まあ、これの2枚組なんですけど、23曲入ってて、すごいですね、でその A 面の突っ込んでください、 A 面じゃなくて、ディスク1でしょ、A 面ディスク1の1曲目に入っている悲しきレイントレイン、これは
私がリードボーカル取らせてもらっている姫野さんが、あのオリジナルではねボーカル取ってる曲です。でバイオリンに調べまさこちゃんっていう ね腕利きのバイオリニストが加わってくれている。急にあの、はい、おじさんの、そうですね、おじさん5人のところに、もう何このきらびやか、大学出たばっかりのきらびやっていうか、なんかもうヴィーナスのようなね、そうですよ、バレエとね、バイオリンとどっちももう ねプロレベルっていうすごい人ですから、すごい、もう綺麗でね、はい、今ねそう美しくてね、しかもねモデルさんもすぐやる、まあ、で今はベルギーにいらっしゃるんですよ、ベルギーにいらっしゃる、まあ、ね、その曲をちょっと一曲ね、はい、聴いていただきたいと思います、ね、テンションがね、はい、あのバンドのテンションと客席の男性のテンションがね、みんなグッと上がるんですよ、彼女が、ね、出てくると、そうですね、もう全然違いますよね。もういないいないライブだと急にドーンダダ下がり、はい、まさこちゃんみたいなね、でも本当にそれだけ素晴らしい、あの音も素晴らしいしね、はい、いいですね。じゃあ早速いいですかね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。悲しきレイントレインです。君の街も雨だろう、二人が出会ったあの時も今日みたいな雨だった。これから僕は一人きり、人生の長いそこはとても寒い街らしい、海も見えない街らしい。はい、ありがとうございます、ね、はい、これはね、23曲入ってるアルバムの中でも非常に数少ないシングルヒット曲なんですよ、はい、シングルでヒットして、であとねテレビなんかにもよく出てこの曲は歌われてましたよね、あのチューリップの方々、ね、はい、でなんでこういうことを言ってるかっていうと、23曲も入ってたら普通は、あ、チューリップの曲って例えば何ご存知です？ヒット曲では私やっぱり青春の影、青春の影ね、あ とかね、まあ、心の旅はもう鉄板ですけど、まあ、心の旅鉄板ですよね。でもあの魔法の黄色い靴は、ね、魔法の黄色い靴、ね、デビュー曲ですね、まあ、最初売れなかったけども、でもあれってすごい斬新にこう残ってる、あの曲のコード進行とかなかなかすごいですよ、ね、はい、ね、あの転調って何回やってもね、しばらくやらないと忘れますもん、ね、はい、すごいですよ、うん、そう、まあ、今ね、挙げていただいたような曲みんな有名な曲なんですけど、まあ、一つも入ってないわけです。あ、入ってない、あのねこれがね、まず、チューリップって第1期第2期、第3期第4期まであるのかな、あのメンバーが入れ替わってるわけですよね。で第1期っていうのが1970年代、デビューから70年代、まあ、80年にちょっと入ってるのかな、まあ、吉田明さんが抜ける前までですよね、でこの時期の曲しかまず入ってないと、うん、1期の曲しか入ってない、別に2期以降が嫌いとかなんとかじゃなくて、単純にね知らないんです、知らない、聞いてなかったから、ちょうどみんなが離れてる、そうなんです。で今はね結構知ってるんですけど、それは他のチューリップカバーバンドさんたちの、
演奏を聞いたりチューリップバンドセッションとかに出かけてって、そう同行の師がたくさんいるわけですよ。もうあのよそで通じない話が全部通じる世界がそこにあるんです。そうなんです。すごい世界があるんですよ。でそこに行くとあの他の方々が演奏してるんですよね。あ、それで覚えちゃう。それで覚えちゃう。何度も聞くから。これいいな。そうそう。で何だろうって言ったらこれは2期だとかこれは3期だとか言われて。へー知らないがだからまあそれを僕らがその今回のアルバムに入れる権利がないですね。入れたいとか入れないたくないとかの話じゃなくて知らなかったやつなので、だからまあ本当に中学時代にもうね本当にねこうレコードが擦り切れるっていうね、いや本当にそうなんですよ。レコード擦り切れる、あるいはレコードが擦り切れるのが嫌なので、カセットにね、映しちゃうんですよ。カセットで聞いてるんですよ、ほぼ。うん。わかりますわかります。まずね、入れちゃって。でもカセットももうね、ちょっとね、大丈夫かぐらいな感じになる。で、しかも好きな曲だと、そのカセットを同じところ行ったり来たりしてね、聞いたりするんで、そうなんですよ。でね、もう一曲聴いてもらいたいですね。聞きたいです。もう一曲。はい、で、これはね、全然シングル曲でもなくて、知らない方が多いのかなっていう感じがするんですけれども、これあの我々のアルバムの2枚目ですね、ディスク2、はい、まあ、B 面とも言うんですけれども、ね、はい、ここに、まあ、入れるか入れないか相当悩んで、でも僕がどうしても入れたくて、で、その時はあの意見どう割れた時ってどうするんですか？いや、いやそんなことないです。あの基本的にこうセットリストを決めるとか、それからアルバムの曲順どうしようとか何をやろうとかっていうのは、基本それに関するリーダーは清水勝一郎なんですよ。僕と同級生の清水、まあ、彼がギターを弾いてるのを中学生の時に見てかっこいいな、ピアノも弾けるしいいなって言って、ピアノも相当ですね。そうなんですよ。で僕ギター買ったんですよ。あ、はい、あいいないいなって、であいつらがねあの演奏してるとね3人組だったんですよね。清水とね、ナッツって死んじゃったやつとね、と春坊っていうね、これがあの山藤雄一の弟くんです、うん、で一つ違いの弟がいるんですけど、その3人がこれもねおかしな話で、中学校でバンドの演奏を教室や音楽室でやってるんですよ。アンプ持ってきてね、先生全然文句言わないんですよ。でそこにねみんな男の子も女の子も周り囲んで聞いてて、いいなーと思って、僕も囲んでた方なんですけど、ね、で俺もやりたいと思った、まあ、そういう僕が音楽始めたきっかけを作ったその清水勝一郎が基本的には大体決定権というか、はい、選ぶんですよ。はい、で、この曲はね、まあ、本来はオーケストラが入っているものなんですけど、調べ雅子ちゃんバイオリンでせっかくソロで参加してくれるっていうことでね、で調べ雅子ちゃんをフィーチャーして、まあ、今回録音した曲なんで、まあ、ちょっとプレイバックしていただいてよろしくお願いします。楽しみです。あなたのただ動く指先よ、あなたのただ動く唇を、どうしてこう
います。これはあの曲名を言うの忘れました。あなたへの愛っていう曲で、はい、これを僕がカセットに撮って、まあ、このアルバムはアップサイドダウンだったかな、違ったら怒られちゃうんだけど、これはもうこの曲ばっかり繰り返し聴いてたんです。あの高校生ぐらいの時だったと思うんですけど、何度も何度も聴いてて、でこれはねやりたかったんですよ、 AMB でも、大好きな曲だから。でもずっと言い出せずにいて、あ、言わなかったんですよ。そうです。でも雅子ちゃんが初めてライブに参加してくれる時にやろうって言って、まあ、若干ねこうキーも高いし清水はうーんっていう感じだったんですけど、でもいいですよね、彼のねこの歌いい、で僕がねなんでこの曲その昔好きだったかっていうとね、この曲自体も好きなんですけど、あの あなたのドーンってね、ピアノの低音がドーンって鳴るのがどうしてこんなにドーンってくるんだっていうのがあって、でこれを、まあ、この我々の CD で再現、ね、どうやってするのかなって考えてたんですけど、したら清水がもうあのピアノ弾きながらね、あのもう何事もなかったのように、はい、じゃあ、ピアノダブルでダーン、もう一回撮りますダーン、要するにあのピアノ重ね撮りしてあるんですね、これね、あのドーンっていうところでこの雰囲気が出てる。でバイオリンもね、いいでしょ。でこれはあのフルオーケストラでアレンジされてるものを雅子ちゃんがソロ用にしてくれて、で弾いてくれてるんですけど、でここにまたミックス終わった後にこれをですねうちに持ち帰って清水がね、音源を自宅で足してるわけですよ。これがね絶妙な感じでね、こうまあ、バイオリンの低い音、まあ、第二バイオリン、あるいはビオラ、チェロかなみたいなものがあざとくなくいい感じでこう、雅子ちゃんのバイオリンをね引き立ててましてね、普段しょっちゅう会ってるのに褒めてなかったのでここで褒めておきたいと思います。いや本当に素晴らしいですね、ね、いいですよ。私もなんか清水さんの歌もすごいけど、はい、あのピアノもすごいですねって言ったら、いや相当ちょっと小さい時から厳しい先生にスパルタでね教わったって、そういう話をちょっと聞く機会がありまして、あ、そうですか。本当になんか、うん、ますますどんどんねその AMB って私ね、私はそういう中では新参者だけど、あのリスナーとしてはね良くなってますね。それは耳引きだよとか言われたけど、いや全然そうだと思いますよ。いやいやすごいなと思って、うん、まあ、ね、でこのアルバムなんですけど、はいはい、まあ、普通に売ってませんので、はい、あのアリトーズメモリアルバンドのフェイスブックページっていうのがありまして、はい、フェイスブックやってない方はブラウザーから行かなきゃいけないんで行きづらいと思いますけど、そこのトップの記事に、まあ、固定してあるところにこうやると買えますっていうのは書いてありますんで、まあ、ぜひ、お買い求めください、ね、でこれあの売り上げはですね、もう経費も何も引かずに全部、はい、医療従事者、まあ、ほぼ固まりました。どこに、はい、全部寄付するかというのはね、寄付、はい、寄付します、まあ、我々アマチュアなのでこれで儲けるなんて、おこがましいのでね、もう大変楽しい趣味をさせていただいてる、その売り上げを寄付させていただくので、あの買ったらそこにつながるんだっていうお気持ちで、税込み2200円、はい、2枚組23曲入り1曲100円切っております。ぜひ、お買い求めいただければというふうに思います。はい、はい、本当は今日しなきゃいけない話がもう一つあったんだよね。そうまだ大丈夫ですね、はいはい、じゃあぜひそのね、はい、お買い上げはそういう方法でお願いいたします。よろしくお願いします。で、ね、三上さんをこちらにお呼びしたのは、はい、あの浅草橋、あの今お住まいは全然違いますけど、うん、浅草橋にちょっとねあの 思いがあるというか、おじい様が住んでらして、はいはい、かつてね、そうですね、小さい時に遊びに来て、はい、で帰り実はねあの12月に去年あの出ていただ初めて出ていただいた時に、じゃあ帰りちょっとあのねあのおじいさんのところ、おじいさまのところにちょっと寄ってみようって、その記憶をたどったんですが、そうですね、とっくになくなってるんですけどね、ああ今地図が出てますよね、はい、そしたら全然違う方向で、そうですね、僕の記憶ではあの今皆さん地図見えてますかね、あの鳥越アズーリ FM って書いてあるあそこに今我々今いますけど、あれのねちょっと南側だったかな実家がと思って、ね、その辺を探してたけどどうも見当たらない。駅の方まで歩いて、あ、ここ、いやそこまで行ってない、駅まで行ってないです。ちょっとね、駅方向に歩いてたら、あのおばちゃまが、
あれ何探してんのとか言って、そうですね、実はこれこれこうでって言ったら、その方があのね、そう銭湯のおばさんに、そうなんですね、まあ僕のね父親の実家、つまり祖父の家が銭湯の近くだったって言ったら、あ私今から銭湯行くのよっつってそうそうそれで連れてってくれて、で銭湯のおばちゃんに、番台にいるねあのおばちゃんに聞いたら、あそれはねここじゃなくてね何々湯さんだよって言って、要するに僕が覚えてたのは1980年代に火事で焼失したのを覚えてるんですよ。だから、そういうのありますかって言ったら、ああそれはあっちだよ、鳥越一丁目でしょ、そうですそうですって言って、で教えてもらって ね実家巡りをやったんですね。下町人情ね、今、感じましたよね、はい、もうその家はないんですけれど、で、今皆さんにね見ていただいている地図に映ってますかね、その父の実家っていうところ、アズーリー FM からここから徒歩3分ぐらいです。そうですね、はい、2分とか3分のところに実家があるんですけど、で何の話かっていうと、3月10日これは3月11日の影に隠れて今あんまりね話題になりづらくなってますけど、東京大空襲、1945年3月10日、これは深川本庄、それからこの浅草のあたりですね、一体、B29 の大爆撃を受けて、一晩で10万人以上が亡くなったって言われてます。で被災した人100万人以上で、そういう大惨事があって、まあ人災ですよね、まあ、戦争ですからどっちが悪いと言えないかもしれませんけど、でその時の話を父がね他界するちょっと前に聞きまして、でもう一回ちょっと地図出していただきたいんですけども、その話をねちょっとさせていただこうかなと思ったんですよね。でそうこの大きい方がいいですね。であれね、夜中の12時過ぎなんですよ、爆撃が来たのが。で、その日なんでその日が選ばれたかっていうと、天気予報でもうね、空っ風が吹いてると。もう強風が吹いててすごいもう乾燥してるから、焼夷弾落とせば燃えちゃうっての分かってたわけね、米軍は。それで、12時過ぎに爆撃を開始したわけ。まあ、ここよりも東側からですよね。本庄とかあっちの方、深川とかあっちの方から先に来て、でその数分後にはこっちに来たわけですね。で、家の周りにどん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 焼夷弾が落ちてきて、で周りが燃え始めたんで逃げたわけですよ、うちの父親の一家はね、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に。そしたらね、家の脇に近所のおばちゃんが金属のたらいを頭に乗っけてね、家と家の間に隠れてたと。でおばちゃんそんなとこにいたら危ないよって言ったら、そうかいって言ってね、ただもうそのおばちゃん待ってる暇も引っ張っていく暇もないからっていうんで、父は、あの矢印の右上の方向ですね、あっちはミスジっていう町なんですけど、ミスジの方に逃げたらしいんです。で定かじゃないんですけど、この辺りって書いてあったりに市場があったと、ミスジ町のね、でこの市場のシャッターが閉まってたらしいんです、はい、でそのシャッターが閉まってて、でも中に人がたくさんいたというのをその時は気がつかなかったんだけど、その前を通った。でこれは鎮火した後翌日、その中に人がたくさんいて蒸し焼きになっちゃったんだっていうことは後で知ったと。でもうね、あっち行ったりこっち行ったりもう覚えてないって言うんですよ、うちの父親も。でも結局生き延びたのはどこにいたかっていうと、浅草橋駅のガード下、今もありますよね。ありますよね。でガード下、今店がたくさん詰まってますけれど、ね、今ほど入ってなかったんじゃないかと思うんですよ。本当にガード下がガード下の空洞になってるところもあって、でそこに身を寄せて朝までいたと。でその間に、まあ、とにかくその隅田川、ここから近いじゃないですか、隅田川より向こう側っていうの、東側は千葉側の方ですね、あれもう全部真っ赤で、恐ろしいですね。もうね、美しかったっつってましたよ、うちの父はね。いや本当に美しかったと。でこうね、身を寄せてる間に近くからいい匂いがしてきた、そしたらね、そこにはね米の貯蔵施設があって、それが焼けてしまって、お米が焼けるいい匂い、温泉もいいみたいな、そうそう、銀シャリなんて食ってないからねそれの匂いがしたと。で明け方になってついに火が自分たちのところに回ってこないってことが分かって、で、まあ、交差点の方に出たら、まあ、郵便局の周りに ね、まあ、火の粉がぐるぐる舞っていたというような話を、
聞きました。お父様やっぱりそういうのはもう走馬灯のようにっていうか、ね、晩年になってそういうのいや今までね聞かなかったんですこっちが。ただもう親父ももう先がねもう見えてたので、あと半年か1年だろうっていう時に聞いたら、もう本当スルスルと出てきた話なんですよね。まあ、本当に戦争っていうのはね、いけないよねっていうことを思い知りましたし、まあ、3月10日っていうのをね、まあ、ぜひ我々は3月11日と ね同じように忘れないでいたいなと思ったので、まあ、この機会に3月にここに呼んでいただいたので話させていただきました。3月に出ていただきたいなと思ってたので、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、でも本当3月10日 3.11 も本当ね、なんか数々の犠牲者がね出て、もうこれ以上いろんなことで犠牲者出したくないですよね。そうです ね、はいね、まあ、平和に行きたいですね。まあ、今コロナでねこう大変ですけれども、さっきも言ってたんですけど、なるべく、まあ、これでめげちゃわないで、まあ、マスクをして、距離取ってとか、ね、換気してとか、この辺しっかり気をつければ感染リスク相当下げられるの で、 そうですね、できることは日常に近いことをなるべくやっていかないとそうですね、いけないと思いますね。なかなかね、はい、戻らないって、はい、学校も普通に授業をやっております。はい、それが大事ですよね。はい、やっぱりなんかやっぱり学生さんが本当かわいそうだったんで、あと小学生とか人間形成ができる時にこういうコロナってやっぱりその時期にねコロナにの蚊に会ってしまったっていうの本当にかわいそうで。いや本当ですよね。逆にうちの子たちはもう今うちの子たちでうちの学生たち、最初ねちょっと通えない時期があったがゆえに、まあ、来られるようになってから本当に生き生きと、わかります、まあ、例年以上にすごく積極的に学ぼうっていう気持ちがね前に出てます。こんなにいいもんなんだっていうのはわかるんですね。そうですね、絶対そうですよね。はい、その学校の生徒さんと、そうですね、これはちょうど、アンビバレントカバーズ、そのチューリップのカバーアルバムを撮ってた時の写真ですね。初めてレコーディングするわけですよ、ほとんどの子たち。この一番手前に写ってる子だけ2年生だったので、まあ、彼女は別のバンドのレコーディングにもちょっと参加してたので、まあ、あとね2年生だからある程度こう機材の扱い分かってるんですけど、他の子たちっていうのはもうこの子たち以外にも何人かいたんですけど、本格的にこの機材を使ってレコーディングをするっていうのが初めてだったんですよね。まあ、それがいきなりこうちゃんと発売するジャスラックにもね、登録してみたいな、アルバムだったんで、まあ、やりがい感じて頑張ってくれました。はい、勉強にはなったと思いますし、でもこれはね実はコロナになる前なんですよ。なる前なんですよ、ね、なっちゃった頃にちょうど完成したんですね。ただまあそこから先マスタリングとか韓国で行うはずのものがね、できなくなって、ずっともう1年近く間が空いちゃったんですけどね、はい、音響芸術専門学校の写真、ああそうですね、これは後ろから慶五郎が、はい、でこれどうするああするって言いながら雅子ちゃんの音源を撮ってるところですね。で僕はあそこにいるんですけど、レコーディングしてるわけじゃなくて、レコーディングは僕の右側にいる学生たちがやってて、コミュニケーション役ですね。はい、あこれはね、コカ・コーラの瓶に水を入れて、E の音ですね、ミの音にして、でフーフーって吹きながら、これは千鳥橋渋滞っていう曲があるんですけど、この千鳥橋渋滞の、コークボトルの笛はこの子たちがやった音が CD に入っております。作り上げておりますね。はい、リハーサルだって言ってやってるのをそのまま OK にしちゃったんですね。はい、拍子抜けしてましたけどこの子たち、はい、なんかねもうみんな楽しいですよね、できたらまたそれが、あこれは私たちがだってね、そうです ね、もう全員に手渡して聞いてくれてると思います。ね、はい、ありがとうございました。あどうもどうもどうもありがとうございました。またライブもね、はい、行けるようになりたいと思います。そうですね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はどうもありがとうございました。あれコロコロ、では、恒例のミラノ食堂実践版でございます。今日は皆様のために、ね、出掛け、昨日ちょっとやはり4月の打ち合わせ、ピアニストの方とこの番組の打ち合わせで夜ちょっとミーティングしてましたので、今日朝食材を買いに行き、出掛けギリギリまで、花見弁当を作ってまいりました。湯気実行、春の食材ですね。じゃじゃーん、じ
ちゃん見えるかしら。タケノコは福岡産のタケノコが出ていたので急いで煮ました。タケノコご飯イエーイそしてありがとうございますそしてですね、いつもね毎年本当はその軽音仲間とお花見するんですが、今年はつまれないんでこんな感じで、これは、サーモン、アスパラをサーモンで巻きました。そして、スナップエンドウを生ハムで巻きました。これはちょっとです。そのタケノコご飯を作ったタケノコで若竹です。若竹に、これは取り立ての春菊のおひたし、この豚は豚の紅茶に、ミラノ風ソースでございます。ミラノって私風ですね、のオリジナルソースで、ちょっと蜂蜜とあとお酢も入っております。これは買った笹かまぼこです。ホタルイカのサッと煮、そんな感じで花見弁当を作ってみました。イエーイスタッフの人に食べていただきたいと思います。三上さんもちょっと味見してねということで、ミラノ食堂ありがとうございました。今日もね楽しく、まあ本当に話の達人、に来ていただいたので、私はもうなんか大船に乗った気持ちで今日来てしまったんですが、楽しい時間を、過ごさせていただきました。貴重なね話も聞けて、すごいいい時間だったと思います。私の活動報告は、月曜日に銀座シグナスというところで小川幸子さんと一緒に、小野隆さんのトリオで、素晴らしいトリオですで、歌います。ちょっとね、ザ・ピーナッツの曲なんかも歌ってしまいますよそれからその翌日は、私の世田谷の、小中の先輩が、経営しています共同のクレイジーラブで、久しぶりにライブです。そちらも、時短が、解除されましたので、7時から9時までという、2ステージになると思います。ぜひお越しください。同級生とかがね、その先輩の話を、先輩オーナーの話をなんか昔話になってしまうんですが、いつも、とてもいい、ライブハウスです。そこは必ずトリオでブッキングしてくれますので、私はそのトリオの、ドラムの回し方とか、本当にすごい毎回とてもいい勉強になるので、クレイジーラブはね、大好きな、ライブハウスです。あとはですね、4月は少し抑えめに、行動を抑えめにしておりまして、5月にホールコンサートなどありますので、また、ご案内させていただきます。本当にね、春とともに、いい楽しい知らせが、ニュースが、ね、増えてくることを祈りながら、ミラノシンガーミラノ通信、楽しい幸せを、発信していきたいと思います。では、お花見弁当を食べて超えてまいります来週もよろしくお願いいたします。シンガーミラノでした。今日はありがとうございました。また来週お会いしましょう。バイバイ。